お疲れチャンネルスロットです。今日はですね、新環境おすすめデッキ5つ紹介していきたいと思います。ということでですね、新環境になってから多分2週間ぐらい経ったか、経たないかぐらいだと思うんですけど、今の環境で強いデッキが大体はっきりしてきたので、そちらの方ね、5位から1位まで紹介していきたいと思います。早速第5位がね、こちらですね、エレジャイデッキですね。エレジャイはね、もう世界大会だからめっちゃ疲れましたし、とりあえずもうエレジャイが強いんで、中身は何でもいいです。で今回一応チャンピオン入れてないエレジャイを紹介してるんですけど、チャンピオン持ってるよって方だったら、もうアチャクイにしてね、ベビドラアチャクイで、ちょっと重くなるのでアイウィズスキーにしたり、アチャクイスケ型だったり、あとゴルナイでもいいですね。ダククリゴルナイだったり、チャンピオン持ってる方はチャンピオン入れた方が間違いなく強いので、ぜひね、そこはチャンピオンにしてみてください。エレジャイはもう圧倒的カードパワーですね。エレジャイ自体が強いので、中身何にしても結局強いよねっていう、インドとかでもいいですしね。さあ、やりごぶきました。で、エレジャイはね、結構立ち回りがめっちゃあるんですよね。そう、すげえいろんな立ち回りがあるんですけど、ケツエレジャイからの2周目エレジャイを回すっていう、これは2倍タイム、3倍タイムになってからかね、主な立ち回りで。だから序盤はもう施設を置いて、ユニットで守って、端前エレジャイですね、カウンターでもいいですし、なんぼでもできるんですよね、本当に。で、今回の相手が、もしかしたら、メガナイト枯渇っていう、めっちゃ昔からあるデッキですね。エリゴレとかエリジャイとかゴレとか、ゴレは違うか。とりあえず大型引いたらキツキツデッキですね。多分ね、今のところ、インドラが入ってるやつ、そうだと思うので、これはね、めっちゃ美味しいかもしれない。エリジャイ出すだけ、これベビドラのせいでさ、金起動できねえ気がしたな。よしよし、これ、マジで、エレジャイからのインドラをトルネードで吸えば、勝てる、もう、価値格相性引いたっぽいんで、マジで、これやばいっすね。ガチの価値格引いたかもしれない。さあ、アイウィズのこの召喚時ダメは、コウモリぐらい。スケバレコウモリとか来た時に使えばいいかな。よいしょ、さあ、というわけで、序盤イモって、2倍タイムに、ぴょーんしとけば勝てそうな気がする。これちょっと釣れねえから1個内側にしとけばよかったね。さあ、タルで守って、こういうのの端前のエリジャイも強いんですよね。で、今インドラでね、行かれちゃうんで、トルネード出せないんでね。よいしょ。さあ、もう本当に、ただただの相性ですね、これは。今のところ押されてますけど、こっから俺のターンじゃないって。さあ、ケツから結構。これ逆サイ来られたもん、アイウィズ取るねとか。そういう細かいのでね、なんとかなると思ったんで。さあ、これですね。アイウィズ、オリー。一旦耐えましょう。よいしょ。これもうな、相手攻めでね、あれを使ったらね、なんならもうきついよねっていう。いや、これで勝ちです。はい。エリジャイ止まりません。で、インドラとか来たら、トレンドで吸いたい。メガナイト踏みなのかな？マジさ、逆に暇っていうね。いや、エレジャイやばいんですよね、これ。インドラで相手は守れるんですけど、インドラで守ってこようとしたとこで、トルネでね、無理やりエレジャイに巻き込めばいいんで。いやー、これです。もうただただ、デッキパワーというか、デッキパワーというよりも、エレジャイが壊れてるだけなんですけどね。はい。さあ、神相性です。いやー、エレジャイ相性多いのがちょっと多いんですよ。もうズルなんですよね、こいつは。使い得っちゃ使い得なので、さあ、ちょっとね、こちらが第5位でした。さあ、続いて第4位、アウプリ枯渇ですね。これもね、今期からアウトローと不景が強化され、1個前のバランス調整で縦線が強化されたというわけで、直近で強化されまくったね、アウプリですね。これも結構増えてますね。で、縦の戦士の枠がゴルナイだったり、ダークプリンスだったり、ギャングだったり、いろんなパターンがあるんですけど、オーソドックスなのは、縦線かなと。軽くあるんだよね、縦線が。結構、普通に縦線でいいっていう。ゴルナイ持ってたらゴルナイにしても、おもろいかもしれないですね。というわけで、やっていきます。さあ、というわけで、アウプリね、やっていくんですけど、日本人の人で、アウプリ使いってめっちゃ多いんですよ。だから、マルチ結構当たるんですけど、よくされる立ち回りがあって、めっちゃ後ろからです。というのも、
さあ枯渇？普通のさ高回転のプリンセスとかテスラ枯渇ってガンガン攻めてくるイメージが多分ある方もいると思うんですよ。ね、無理やり回転で回してバレル飛ばしてみたいなあるんですけど、アウプリはねなんかそういうのとはまた違うんですよね。なんかこうゆっくりゆっくりゆっくり形を組んでいくと言いますか、なんか後ろからプリンセス、後ろからフキア、後ろからアウトローで、なんかこう盤面にね自分のこの盤面になんかユニット貯めていくみたいなイメージですねをよくされますね。そうだからなんか端前からゴリゴリ行きたいかもしれないんですけど、なんかあんまね来ないっすよね。よいしょ、危ねー、あの小嬢ババのねガインダメージ上がってるんで、あーこれマジ有能足されるだけでも泣きます。今のねガインが入らなかったのはまあでかい。いやこれ許容します。プリンス咲いたらねエリアがちょっとやばい気がしたんでね。よいしょ、さあまあ一枚一枚がちょっと重たいっていうのもまああるかもしれないんですけど、まあ自分からめっちゃ攻めるんではなく受けから受けから受けから行きたいですね。はい、まあ端前プレインとかバレル飛ばすとかそれぐらいはいいと思うんですけど、さああれはさすがにロケ、マジアチャーがやっぱきついじゃんこのデッキね。でまあマザネクも前まできつかったんですけど、マザネクはもう下方されてほぼいなくなっちゃったんで、ね、さあペッカ来ました。うん、これどうしようかな、何から入ろうかな、アウトローからいっちゃおうかな。よいしょ、うん、でまあプリンスは重ねたいっすよね。だってアウプリ縦線でさ余裕でこれ突破できるというか守れるよね。さあ縦線挟んであげて、これやばくね、縦線バカ強え。いいよこれイグカウンター、しかもこれ手前にやることによってユーノとかエレキとかね突進ダメージでプリンス受けるよっていうのをさせない。あ、だからユーノあれかバグで突進消えてるよ今。いいね、突進ダメージなかった。さあでウッドで削りながらでもう一回こう後ろからこうね出してあげるんですよね。そしたら自分のねこの場にだんだんユニット溜まっていくじゃないですか。じゃあだんだん相手がきつくなっていくんですよね。そう自分から無理に攻めていくんじゃなくて、あーでこれはちょっと組んじゃおうかな。で後ろにやってプリンス受けはないんですよ。そしたらあー5防衛か、それはいい。まあでも5使ったんで次のね僕のこの後ろの吹きやプリンが全部いきます。うん、まあさすがに突然で受けるか。いやめっちゃいい吹きや狙ってました。いやーこれは耐えれそう。また奥にやってね、やる必要もなかったか。さあ後ろからねアウトローとまたとプリンと出してあげながら、このゴースト別に美味しいよな。ウッドでね、まあ、ファイブ来るかもしれないんですけど、来たところでなんかがいきます結局。でこれ縦線でねプリンス延命してあげたい。でプリンス延命したら、あこれアウトローいけたら熱いな。ファイブ使ったんでね、あーめっちゃいいマジアチャ来た。いやそのマジアチャちょっとうまいな。いやーこれやばいかも。しゃしゃ、あでもこれバレル対応してくれたら右がこれロケット圏内入ってました。オーケー。さあというわけでなんかまあ最後はね自分から始まるところとかしましたけど、基本的にマジ後ろからプリン吹きやアウトロとか後ろから咲くと自然とユニットが溜まってね相手が苦しくなっていくよっていうのが、まあアウプリのねなんかこう僕の中でのイメージなので、まあぜひちょっとね参考になったらやってみてください。さあ続いて第3位はねアウトローと吹き矢がまた入ってる、縦線も入ってます。だからこの3枚が強いんだろうね。こちらの迫撃ディガですね。まあこれもまあ使用率めっちゃ上がってるね。まあ直近強化されたカードがねいっぱい入ってるよっていう迫撃ですね。まあ天敵がマザニクとかだったんですけど、やっぱりもうそこがやっぱ下方されたっていうんでね、この3枚入れとけば多分このほんと何でもいいんだろうね。ディガーの枠とか別にホグにしてもいいだろうし、ロイホグとかでもいけそうですし、まあなんかねお好きに迫撃という感じでちょっと自由にね、はい、中身もいじってみてください、よろしく。でまあこのデッキねその強いんですけど、一つだけやっぱ弱点があってゴルナイスね。まあ着衣とかスケキンはねボコボコにできるんですけど、ゴルナイだけはねやっぱボコボコにされちゃいますよね。このアウトロー縦線やばいよね。アウトロー縦線はやばい。さあウッドでこれ金起動します。で吹きはねマジでロケバに強いんですよね。これだって当たんないしキング起動もできるんですよ。
そうないっす。まあクエイクホグかライトニングホグかってところで、ライトニングだったら全然勝てます。はい、でもクエイクだったら無理です。でも今クエイク打たれなかったんで、迫撃にライトの可能性もある。うん、ライトだったら無理、ね、これだって絶対ライトニング打たないと突破できなくて、打ってもアド取れるんで、ね、ああ最悪です。ハズレの方でした。あ、でも今のところダメージで勝ってんな。うん、これウッドがいいですね。ホグはね、結構ウッドとか雪玉とかのノックバック系がね苦しい。そうだから、ユニットプラスウッドとかで守れると熱いよねっていうさ、まあ、暇なんで、ここは端前でちょっと稼ぎたいね、ダメージ。いや、いい反応や。で、これファイボ使ってでも守った方がいいですね。ホグの一発やっぱ結構でかいんでね、ホグダメージこれ抑えれれば抑えれるほど、まあ、最終的にね逃げれる気がする。マラーコウモリか。で、迫撃もな、これ持っとけばいいと思いますね。持ってるだけで結局なんだろう。ああ、でもここはさすがに行こう。で、まあテスラがワンチャン、さすがに低めかな。おい、ずっと使ったら吹き矢とか足してあげてね。いや、縦線でもいいんだけどな、これテスラが来そう。いや、ですよね。さあ、LSP も咲いてるんで、コウモリだけで受けながら、いやー、これダメージ1個も入らんの痛えな。さあ、で、ディガーでカツカツ、カツカツ、稼ぎながら。いやー、苦しくなってきた。めっちゃ苦しくなってきた。おい。よいしょ。耐えます。いや、マジ、迫撃砲持ってるだけで、相手がね、攻めクエイクしてくれるんでね、やっぱ。してくれる。そうすると、このアドでね、攻めれます。で、ワンチャンスケとか来ねえかなのウッド。いやー、まあでも相手もバルキリー早いですね。なので、縦線コウモリあたりで、相手の保護を守っていきたいんだよね。まあでも、ここはさすがに反撃置いた方がいい。吹き矢が寄ってきてくれるんじゃね？寄ってきてくれる。しかも反撃も守れる。いや、いらんかったか、今の。いや、吹き矢でけえ。しかも、スケールスピ咲いたんで、この D がバカ入ります。あつやつやつ。さあ、縦線とですね。いや、このウッドが強いんですよね、マジで。うん。さあ、吹き矢。これ5ウッディかも。いや、待って、残っとし。いや、鬼の許容。ガチ許容。さあ。いやー、結構攻めたな、俺も。一発だけで抑えれて、ある程度ダメージ入ってる。さあ、5、2周ですね。まあ、端前、バルキリー行きそうですね。来なかった。来なかったのやば。いや、これでも、勝てそうじゃね？ウッドで削っていくのと、あ、これ、迫撃入ったわ。さあ、相手もね、受けが苦しいよ、というわけで、なんだろうな、まあ、攻め迫したところで、あんま通らなかったと。はい。で、逆に、防衛で、迫撃が来ないってことは、ファイブ、なんかめちゃくちゃね、ぶっぱされちゃうんでね。手札に迫撃を持ってるってことで、相手もね、やべ、迫撃で守られるから、クエイク打たねえとってなるんで、他のユニットで守ったりね。まあ、持ってるだけでの、その、圧力になりますよね。さあ、第2位がね、遅延スキルです。で、まあ、これがね、まあ、強いですね。はい、当たり前に強いです。マザリクがいなくなって、まあ、ポイズンでいいでしょ？だから、まあ、攻めも防衛も、まあ、なんか、より安定感が増したと。で、合図は謎の辺、ちょっとだけね、かすり強化が入り、墓石もね、まあ、やや強化が入りというわけで、まあ、当たり前に強いですね。で、なんかね、バルキリー、多分ナイトにしたり、なんか、いろいろ変えたい方もいると思うんですけど、墓石だったら絶対バルキリーですね。じゃないと火力が出ないんで、なんか全体的にちょっと弱くなります。まあ、バルキリーマジで強いんで使い得だと思うんですよね。で、まあ、檻とか、ボムタワーでもいいです。ごぼりですね。はい。ごぼりボムタワーとかにしてもいいです。まあ、そこはお好みかなと。さあ、というわけでよろしく。いや、この遅延スキルはね、結構、なんだろうな、弱点少なくねっていうぐらい強いです。うん。なんか墓石がね、よりまたいいんですよね。よいしょ。さあ、ファイスピーなので、ホグ、ドリル、あたりかな。ファイスピーも下方されたけど、まあ、そんな、めっちゃ減ったかっていうと、まあ、あんま変わってないかな。結局ダメージ200が強いんでしょうね。スケベなんでドリルっぽいね。はい。ゴブドラーの香りがしてます。さあ、墓石、13だった。置いときます。さあ、2体ずつでね、しっかり受けてもらって、
まあこれ相手のちょっとゴブドリまだ来てないんでバラキリ避けたくないんですけど、まあまあ、あー待って、最悪、今2回受けれると思った。でこれもポイズンがいいですね。スケルトン部隊とかいろいろいますけど、よいしょ、スケラポイズン打ち毒みたいなのがあるんで、おー結構攻めてくんね。あなた、あなた来るね。どうしようかな。まあなんか基本守りでスケラポイズンセットで打てるなら打っちゃいたいみたいなとこあるっすよね。打っちゃうか。ああインフェか。さあテスラが下方されたので、まあテスラをインフェにしたドリルですね。うん、さあバルキリー当てたいんだけどね、マジで当てるとこが来ねえ。ゴブドレが今ちょっと来ないんでね、まあ、様子見です。まあ、これ当ててファイボーが飛んで来ない。で、次、相手スケルトン部隊か、まあ、バルキリーなんですよ。スケラの浮きがね。これスケルトン部隊だと思うからな、スケラ撃ってトルネードでいいと思うんだよ。よいしょ。さあ、バルキリーが下に行ったことによってスケラが刺さんないんですけど、バルキリーが入りそう。あれ？いや、いい。いや、マジでね、ドリルないんですよ。あれがね。あれがないんですよ。あれよ、あれ、あれ、あれ。中型スペル。ファイ、ウッドとかね。小型スペルか。ああ、これ、内側のやつだ。逆サイタケ取ってます。そう、だから、まあ、スケラプラスの、しっかりポイズンであったり、トルネードをかませるだけで、バチコン入ります。鬼巨用の。さあ、これです。もうこれで、もう相手辛いんですよ。まあ、俺も辛いんですけどね。これさ、アイウィズのさ、なんか、ええ感じにならん？うーん、ちょっとこれ、キング起動したいな。あ、落ちたわ。さあ、落ちたんで、いいや。さあ、墓石でしっかり受ける。で、樽回して、よいしょ。さあ、バルキリーも入ると。いや、まあ、ゴブドリーはね、まあ、確かにちょっと強いか。結局、そんな下方されてない。まあ、テスラだけ下方されたっていうので、まあ、インフェにしてましたけど、まあこういうのもほんとスケラポイズン打つだけでね、ファイボーだったらスケブとかが厄介なんですけど、ポイズンだからこそのまあめちゃくちゃ相性が良くなったよねっていう。さあ第1位こちらのね、アチャクイルーフですね。今回ちょっとねチャンピオンできるだけ入ってないような方で紹介したんですけど、さすがにこれはねもうチャンピオン入れざるを得ないというか、もうアチャクイが強いです。ローフが強いです。ゴーボリが強いです。このデッキが強いです。圧倒的ですね。いや、マジ新環境、いろんなデッキが増えてて、マジ何でもいるんだけど、結局、なんか安定して、ほんと幅広く戦えて、とりあえずデッキパワー感じたのがこのアチャクイルーフですね。まあ、前シーズンもマジで強かったんですけど、今季もね、檻が下放されたぐらい、檻とファイスか、が下放されたぐらいで、結局、そんな変わんないというわけで、マジで強いんでね。アチャクイ持ってるならマジ使うのおすすめですね。で、アチャクイ持ってなくてもどうしても使いたいって方いるなら、まあ、マスケかハンターですね。どっちかで、はい、やってください。というわけで、いきます。いや、このデッキはね、もう、なんだろうな、デッキの完成度がとりあえず高いですね。ただそれだけですね。もう、使ったらわかる。ああ、完成度高い、強いやつやってなるやつですね。はい、さあ、ボス敵が来たので、まあ、ラバかな。クエイク回ってないのはちょっときついし、ケツラバ、ドゥーン、からの、ワンチャンスクラもあります。いやー、まあ、どっちもあります。クエイク打ちたいけど、ちょっと後取られてるんで、さすがに待つか。さあ。いやー、まあ、ラバかスケラか。ラバ持ってたらね、今絶対ケツラバするんすよね。回ってないかラバじゃないから、どっちかですね。さあ、タルババなんで、いや、マジで、何これ。さあ、からの、トルネか？トルネじゃない。あ、トルネ来る。あー、失敗してる。これ、墓石です。さあ、いや、完璧な、アチャクイのスキル。アチャクイつねーってなるやつ。多分、スケラ多分。トルネ、タルババ、墓石。まあ、スケラしかわかんねえな。なんか、遅延スケラーだけど中身がちょっと違うみたいな。まあわかんないです。はい。で、まあバリキリ持ってるし、まあロイグまあ飛ばさなくてもいいかなって。ちょっと暇なんでクエイク打ちます。
もう1700とかまで行ってしまえば、もう一生クエイクウッドだけで削れるんだ。ロイジェイ、あなたまさかのロイジェイ。そう、まさかのびっくりロイジェイ。これファイスピーあれっすよ、範囲で入っちゃうっすよ。これ何か対応しないと。いでけえ。300ダメです、これで。いやー、これじゃあライトニングの可能性あるね。うん、あっちくい出すとライトニングぶっぱされる可能性あるんで、じゃあ出さなければいいよねっていう話なんで出さないです。うん。よいしょ。で、ライトニング打たれた、まあ、アドはすごいですね、今。さあ、着いっちゃおう。今なんでね。なんか、ロイホグ飛ばしたところで、結局バルキリーとかでね、なんか美味しくいかれそうな気がするんで、飛ばさなくてもいいですね。あと、あっちゃくい出しても、ライトニングでね、間違いなくやられるんで、出さなくていいですね。あー、そのベビーやばいな。よいしょ。まあ、マッスルパンチ。オッケー。こんな感じでね、相手がね、絶対ライト打ちたいじゃないですか、あっちゃくいに。あっちゃくい出してもライト打たれるじゃないですか。なら出さなくていいっていう。で、まあ出すならこんなめっちゃ高めぐらいね。タワーと巻き込まれないんでね。うん。打ちたいよ、これ。さあ、打つよね。で、まあ、折り5周ぐらい回しましょう。真面目に2周。ここでロイ来ても。で、さあ、クエイクで削りながら、多分俺の方が回転早いから、この高めあっちゃくいにライトニング打てないんですよ。はいはい。いやー、ライトニング打ちさそうな香りしてんね。さあ、今回は打たない判断。でも打たない判断だと、あちゃくい無双しちゃうんでね、こうやって。延命してあげて、じゃあ、折りを出さない判断ですね、今回は。折り出してライトニング打たれたらちょっと嫌なんでね。さあ、というわけでもう、さすがにクエイク2周回せば終わるんでね。勝ちましたね。っていう、相手がライトニング持ってるなら、出さないか、まあ、出すならめっちゃ高めか、みたいなね。そう、余分にね、出すとね、美味しくいかれちゃうんでね。さあ、グッドゲームです。わかりましたか？このデッキのパワーのやばさが。さっきまでの試合ともう話が違うでしょ？強すぎるでしょっていうのがね、これでした。はい、というわけで今日はね、オーストラデッキ5戦やったんですけど、私は第5位が、まあ、エレジャイ、中身何でも変えれるよね。で、第4位がアープリコカツ。最近強化されたね、第3位が迫撃。まあ、難しいっていうのはありますね。本当にデッキパワーは結構あるんですけどね。さあ、第2位がチェーンスクラ。まあ、これも中身いじれますし、とりあえず環境がいいですね。で、第1位が、まあ、何も言うことはないでしょう。ぶっ壊れロイフグです。少しでもね、はい、参考になった方がいましたら、チャンネル登録、高評価の方ね、よろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。